阿部亮平、スノーマン、ドラマ、ゴーホーム、警視庁身元不明人相談室、ドキドキのクランクイン。今日まで手島についてたくさん考えてきたので、ようやく演じられると思い、ドキドキした気持ちでクランクインに臨みました、スノーマン阿部亮平。日本テレビ系で7月13日からスタートする新ドドラ9、ゴーホーム警視庁身元不明人相談室、毎週土曜21時で主演を務める小芝風花、三田桜役、と大島優子、相棒、月本麻役、の女性バディ、そして捜査一課のエリート刑事、手島淳之介役の阿部亮平、スノーマン、が同日にクランクインした。クランクイン前の台本読み合わせから相性のいい掛け合いを見せていた。期待の女性バディ、小芝と大島の撮影は、強風の中、警察署前のシーンからスタート。また、将来を嘱望されている優秀な刑事で、身元不明人相談室と捜査一課の橋渡し役を務める阿部は、密かに思いを寄せる年上捜査官、シンを演じる大島との会談のシーンから撮影がスタートした。